中田さん、ちょっと一旦なんか皆さん荷物を置かせてもらいたいんですが、どこに行ったのか、近いところ。緊張してきました。どうだ。あ、どうだよね。指紋で。あ、とりあえず楽屋に。これが楽屋ですか。お、すげえ広っ。これが楽屋なんですか。かわいい。いや、緊張する。緊張。一階に行きたいです。やばっ、ステージからの景色やばい、やばい、ここから登場するのか。うわヒロ、うわめちゃくちゃ広い。うわちょっと待って、行こう。でか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 、何これでかっ。もうでかし、運動会できる。うわ待って、うわでかっ、どうこの全員全席埋まったところを見れたらやばいね。鳥肌立つね。どう？てか素敵、空間が素敵。見上げないといけない。ホワイトスノー。後ろの方がいいな、すいません。なんで？ワクワクしてきますね。これはここでやれることは決まってるわけですから。いや広いよね、やっぱり広いです ね。またお客さんが入った雰囲気ガラッと変わりますね。確かに、うん、ライブやるときにステージに出たい。泣くんじゃねこれ、この景色を見たら。いやいや、泣いとる場合ちゃうよ。一発目に泣くと思う。ダメだよ、パフォーマンスしてここで顔面広告をするのができないか、できないか、うん、お楽しみ。私とここで永久審査を行われるんで対抗して、果たしてここでハルケンさんは登場するのか。ハルケンさん会いたいな。ハルケンさん緊張してきました。どこも見やすい。
2階席14列の26番トキ止まったすげえ全く音が鳴らしてほしいわ、うん、3階あ、まだだった1階が700席で2階が300席で4階が400席あ、3階の方が多いんだ3階だ3階が400席あ、400なんだで300かそうそうそうなんだねあ、そうここだけでダブダブ埋まんのか今聞いた何に詳しい はい、ということでね、国際フォーラムでのライブ、まあそうですね、なんか本当はすごいものをより準備したいなって実感が湧いたというか、僕ら自身も楽しみな気持ちがたくさんできたので、このね、一日をぜひ皆さんと一緒に共有できたらなと思っております。ぜひお待ちしております。ということで以上、キルバズでした。